はい、ということで橋本さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。賞を終えて、賞直後ですけども、本当にお疲れ様で、すごい昨日賞楽しいっていうとあれなのかもわかんないですけど、僕もすごいワクワクドキドキして賞なんで、今日はちょっとまあ振り返りというか、まあ、デザイナーさん目線とかの話というか、この時どうだったかとかっていうのをバックステージの映像もちょっとあるんで、それも込みでちょっとお話ししていただきまして、ちょっとリアルな今の心境も含めてちょっと話していただこうかなというふうに思っています。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとまずね、バックステージの映像をちょっと流しつつで、ショーの映像も流しつつ、ちょっと副音声的な感じで、まあ進めていこうかなというふうに思いますので、まずはちょっとバックステージの、これバックステージあれですもんね、リハーサルの時の、そうですね、映像ということで、まだ会場も組みながら、ああ説明しつつの、そうですね、なるほどなるほど。でももうこの時にはもう言ったら本番通りの、あそう、スタイリングだったりとかメイクとか、そうですね。これって本番前のどれくらいなんですか？何分前とか？1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかな。ああ1時間半ぐらい前。設営もちょっと押したりはしてたんで、はあはあはあ、そうですね、多分本当は2時間ぐらい、2時間前ぐらいやりたかったのが1時間半ぐらい前とかだったと思います。なるほどっすね。この時はどういう心境というか、どんな感じだったんですか？いやまあ、緊張感、一番最初にフィッターの子たちもいっぱい手伝ってくれたんですけど、フィッターの子たちに着方を伝えたりとか、細かい、まあ、なんかその着る順番だったりとか、はい、モデルたちもモデルの歩く順番とか、はい、まあ、何にも分かってないので、ね、お話ししながら。なるほどっすね。ですね。このスタッフの方々って何人くらいなんですか？めちゃくちゃ多かったですね。何人いたんでしょうね。30人とかいましたか？いや、もっとっすか。スタッフ T シャツを着てる子たちがみんなスタッフなんですけど、めちゃくちゃ何人いたんですか？100人すごいっすね。その言うたら10分ぐらいのところの時間に100人ぐらいの人が、そうですね、みんなでこう力を合わせてやるという。はあ、なんかこの現場でやっぱスタイリング変えるみたいなことってあるんですか？変えました。あ、その場で、何体目かな、4、5ぐらい。あ、じゃあもうその場で、そうです、変えてみたいな。はい。なんかアクシデントとかなかったんですか？アクシデントはトラブルみたいな。いや、いい意味でなかったかなと思って。そうなんです。でもまあバタバタっていう感じ。そうですね。やっぱリハーサルして、フィッターの子たちがちょっと間違えちゃったりもするんで、コミュニケーションも僕らが取れてなかったりとかして、着方ちょっとだけ違ったりとかがあるんで、それでまあリハーサルして気づけたんで、本番でこう直しましょうみたいな感じの空気だった。そんな別に緊張感も嫌な意味ではなかった。あ、本当っすか。僕はですね。ということで、じゃあまあ、はい、バックステージはこの辺で、はい、本題というかショーの方ちょっとね。そもそもブラックインテリジェンスというのが、これがテーマ。そうですね、今シーズンのテーマです。いや、僕も会場入ってまずこの空間の、はいはいはい、この銀箔というか、はい、アルミの感じとライティングでなんかもうめちゃくちゃうわって。そうですよね、綺麗に仕上げていただいたんで、うん、すごく良かったです。なんかこれからなんか起こる予兆みたいな感じがして、うん、なんかすげえとワクワクしたんですね。これもうすべてあれですか、橋本さんが考えてというか。そうですね、制作会社の方と一緒にアイデア練っていって、もっとこうしてみよう、してみようというので、割とこういわゆるのファッションショーじゃないようにいろいろチャレンジしたかったので、もともとは真ん中にランウェイがあったんですけどやめたりとか、 あとまあコロナで入場者の制限もあったので、確保していくっていう意味でできるだけ間隔を空けても入れるようにしたっていうのも考慮しました。確かにその辺がイレギュラーですもんね。そうなんですよ、ね、その辺を考えて対策もしつつ、うんうんうん、演出も考えつつっていう。
とやっぱりそんな中で来ていただくね、あのお客さんなんで、こう実際見てみて、はい、あの体感できる要素がすごく大きく多くしたかったんで、そういう意味でなんかこうライティングとかすごく効果的だったかなと思って。うん、すごいっすよねこれ。本当にこれも10分のためだけの。そうなんですよ。いやだからすごいすごいなと思って見てましたけどね。この時はもう橋本さん裏で 何をしてるんですか。こう、ああそうそう、直してます最後。微調整してたり。なるほどですね。だから見れないんですよね。見れないです。橋本さんは、はい、普通はショーって多分裏にモニターあるんですけど、ああなんかそういう今回は置かなかったんですよね、モニターを。あ、それは置かなかったんですよ。あえて。それでも。なかったんですか。そうですね。なんか元々すごい狭い、あのバックステージとしたらすごく狭いと思うんですよ。なんでやっぱりあんまりいっぱい置くと結構こう人も動けなくなるのと、その会場の構造上、まあ、コロナとか云々もあってモデルが結構回って帰ってこないとダメなんですよね。そのここの出口まで、はいはいはい、出たところから次のここの入り口まで、でそういうので結構こうなんて言うんでしょう、時間を食っちゃうんで、多分慌てたりするっていうのもあったんで、あんまり物を置かないようにして。なるほどですね。はじゃあそうっすもんね。結果本番が見れないんですよね、自分の上では。そうです、あ見れないですね、結局のところ。だからこういう風な形で 見て初めて、あそうだったんだってなるってことですもんね。あそうっすもんね。確かに。え、橋本さん的にはどうでした、このイメージ的イメージと、実際のショーのなんかそのギャップとかがあったのか、良くもあるんですけど。あ、会場とかは思ったより良くなったなと思いました。なんかこう隠せないところとかもやっぱりあったんですよね。そのなんていうんですか、災害のあのなんていうんですか、避難ルートとか、ああの防災の関連上を全てを好き勝手できるわけではなかったので、なんかそんな中であのシルバーで覆えないところもあったんですけど、でもやっぱりライティングとかいろいろ組み合わせていくとすごく良くなったなぁと思って。あとこの音楽ですよね。あ、音楽も良かったです。音楽も作っていただいて、ショーのためだけに。なんかこのちょっと僕はインスタレーションというか、はいはい、こう美術館とか行った時のなんかこう展示の時のなんか美人とか、なんかそういう感じがして、うんうんうん、結構ファッションショーとかってなんかドゥッドゥッドゥみたいな感じが、はいはい、なんか僕イメージだったんですけど、はいはい、なんかそうじゃなくて幻想的な感じがして。そうですね、結構音楽もエクスペリメンタルに作ってもらった感じが強いなと。今期でいうとやっぱなんか、まあ、その空間というか、まあ、デザインでいうとジップとかがあれなんですよね。そうですね、結構こう多いです。歩いててもこうめちゃめちゃいいとこう揺れる感じと、はい、うん、結構大きめの。そうですね、あれ売ってない、売ってないというか市販にない大きさなので、オリジナルで。それもあれですもんね、そもそも今回はテーマがちょっと宇宙とか、そうです、そういったところに紐づいてくるから、はい、あの手袋しててもみたいな、引っ掛けられたり引っ掛けられたりみたいな、なんかそういう感じですよね。だからまあその宇宙的な感じはありますね。ね、それがすごく上手に表現できてよかったなと。スペース感が、はい、スペース感がめちゃくちゃ多分映像もすごく綺麗に撮っていただいてるんですけど、多分会場にいる人と映像を見てる人でまたいい意味でちょっと違った印象も、まあ、確かに。いやそれ覚えるとそうですね。僕もこれ初めて真正面からの絵で見てますけど、やっぱこう違いますもんね、うん、まあ、見え方というか、うん、僕も割といい席にそうしていただいて、ね、めちゃくちゃいい席で全然首もこう振らずに振らさずになんかもう出てくるとこから測っていくとこも割ともう全部会場に流せるみたいなところなんですよね、うん、なんかやっぱりそこで見てるのとはちょっと違いますね、うん、でもまああれですもんね、このショーのためだけのエクスクルーシブなものピースとこれとかもそうですもんね。そうですね、割と僕も展示会で一度拝見してたんですけど、うんうんうん、ショーで見るとまたなんか違うアイテムがいっぱいあって、そうですね、なんかそれもああみたいな、うん、スタイリングも、全ルックスタイリングしてなかったんで
ですよね、確か展示会の時には。あ、そうでした、そうでした。ピースは存在してたんですけど、そうでした、あの全力を組んでたわけじゃなくて、アイテムはご覧いただいてたと思うんですけど、それをどういうふうにスタイリングとして僕らが提案するかみたいなのはまだなかったので。確かにそうでした。なんかあくまでイメージ的な感じでした。そうですね、まあ、確かこう全コレクションが見れる。そうですね、やっぱりブランドとしてもこうやって、うん、提案としてはスタイリング組んだりとかショーとか、まあ、今回初めてすごく思いました。ショーってすごく重要だなと思って。あ、まあ、やっぱりショーはやっぱりあるんですよね、うん、なんか見せられるっていうのもそうですし、一個ショーやったっていうのもなんかやっぱブランドとしてもね、うん、お客さんの印象としてなんか違ってくるよね。でもモデルの子たちも言ってたのが、そのコロナで、うん、あのショーが減ってるからすごく久しぶりに歩けて楽しい。ああ、まあそうっすよね。モデルの子たちももうまさかこんなことになっているね。でもブランドとしてすごくなんかこう展示会だけじゃ表現できなかったりとか、うん、映像だけじゃ表現できなかったりとか、うん、そういうなんていうんですかね、ライブ感ってわけじゃないんですけど。確かにそれはあるっすね、臨場感みたいな。やっぱりファッションショーはファッションショーのいい役割があるなと思って初めてやってみて思った感じです。確かに、もうほんとたった10分ですけどね、うん、そこに全てをね、すごい楽しかったです。このあれですもんね、ジグザグに歩くっていうのも橋本さんの指示。あ、これ、そう、これは、制作会社さんの方がこういう感じで歩きましょうみたいな感じの提案になって。なるほど、どうかな。そうそう、決めなきゃいけないことめちゃくちゃあるっすよね。そうなんですよ。やばいっすよ、ね、今回だからちょっとあれっすもんね、アクティブウェアみたいなのも。そうですね、これとか楽しそう。そうですね、初めてくらいです。初めてだと思います。あの割と表向きにアクティブウェアっぽいというか、撥水の生地とかもいっぱい使ってるので、このシーズンは。そうそう、あとバッグがね、そこにあるの。そうなんです、ランウェイにも出てますけど。電気が消えてる。上からのね、そうですね。そうなんですね、ここ台があるんですよね。そうなんです、このカメラにそうなんです、ちょっと映んないんですけどね。映んないですけどね、別にちょっとこう上がった台みたいなところ、うん、そこをモデルさんがこう通っていくっていう。そう、なんかもともとは本当に真ん中にランウェイを作って、あのいわゆるファッションショーみたいな形にしようってなったんですけど、ね、僕はそれが嫌で、あのやりたくなかったんで、あのこんな状況だからこそ逆に面白いやり方をした方がいいんじゃないっていう感じでこういう形になっていく。確かに確かに確かに、それはですね、あ、なんか僕も会場入った時の階段あったじゃないですか、ここに。はいはいはい、ここ登ってくんじゃねえかな。あの面白いよかったですね、僕は。でしかもその脇にお客さんいるんですもんね。そこからちょっとお客さんのすぐ後ろをモデルがこう歩いていくみたいなのは、そうなんですよ、なかなか面白いな。これで一応あれですか。そうです、これフィナーレの、フィナーレの、そうです、最後の会場内だと体感真っ赤な感じです。真っ赤じゃないか、オレンジみたいな。そうですね、ちょっとオレンジがかってて、まあ映像だとこう暗くなっちゃってるんですけど、実際はちょっと 見えて普通に。そうですよね、見えて、あ、終わった。もうこの時はもうあれですか、はぁっていう感じですか。いや、個人的には一番あの挨拶挨拶問題ですか。はい、最後の最後出てくる時は。そうなんです、多分これには映ってないんです。これ映ってないんですか。多分なんですけど、残念ですね。じゃあそこだけ僕あの自分のカメラ撮ったんでちょっと差し込んでみます。いや、だから一番ですけど、一番ナーバスでした、本当に。全然ホッとしてなかったです。うん、もう挨拶どうしようっていう。そうなんですよ、まあそうっすよね、出ていかないわけにもいかない感じなんですかね、やっぱり。そう割とそうね、まあ、うん、自分だけ一人でやってるわけじゃないんで、みんなの人がさ、まあ確かに確かに挨拶した方がいいんですけど、うん、あんまり表に出たくない。
まあ、そこら辺が難しいですよね、はい、どれくらいお辞儀するのか。いや、そうあ、じゃあそれが残ってたからもう結構ナーバスな。そうですね、僕一番この瞬間ナーバスでした。あ、本当ですか。じゃあ逆にいつ一番安心したとか、なんかうわあ終わったみたいなのって、挨拶して終わった、し終わった後とかですね。でもその後すぐ社長とかと話して。そうなんですよ、そうなんですよ。なんだかんだ、いつかな、けす、けさ一晩経って。そうですね。あ、なるほど。ってことで、まあ、ショーはありまして、はい、じゃあ僕はちょっとまあプラスアルファでなんかインタビューじゃないですけどね、はい、なんかちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、いやどうですか、でも率直に終わってみて、ショーは満足のいい。あ、すごい楽しかったです。大変なこともいっぱいあったんですけど、うん、すごく楽しかったっていうのが率直かな。まあ、僕は勝手にですけど、結構なんかもう感慨深いというか、はいはいはい、言ったら2019年の SS から落とし、そうっすよね、最初の、めちゃくちゃそのランウェイまで早いじゃないですか、言ったら。そうですよ、おそらくデビューからランウェイっていうのがすごい早かったで、僕、うちはね、デビューの時からお取引させていただいてて、そのブランドがこうランウェイを歩くみたいな、そこにいるみたいな。僕のショーが初めてだったんで。ね、おっしゃってましたね、昨日ね。だから、それも含めてなんかすごいいろいろワクワクドキドキと、うん、なんか、ああ、そうかね、早いのか遅いのか分かんないですけど ね。でも、ね、してるわと思って、そのこれまでの期間をちょっとこうなんか思い返さざるを得ないというか、うんうん、そういう感じで、いやなんか非常に思い出に残るショーだったなっていう、うん、ショーはあれですか、これからも。まあやりたいですね。え、大変だなって思った。めちゃくちゃ大変ですよね。めちゃくちゃ大変だったんですけど、でも本当にやりたいなってやっぱ思いました。なんか僕もショーっていう現場みたいなところにいるのが久しぶりだったので。ああ、そうっすよね。なんでなんかこう、ああみたいなはいはいはいみたいな感じはありましたけど、何がやっぱ一番大変とかってあります？うわこれが一番、やっぱ直前とかですか、ショーの直前。いや個人的に、いや多分これ何回かやるとおそらく直前が大変な時もあったり、ああ、なるほど、途中が大変だった時もあったりとか、はいはい、いろいろ出てくると思うんですけど、今回に関しては直前はあんまりでしたね。なんかあんまり大変というか、てかそもそもあんまり大変って感じないんですけど割とこう直前は割とリラックスしてたかな。リラックス、やることあったんですけど、みんなが動いてくれたので、今回すごい。そんなに緊張とかもなかったですか？最後の挨拶、挨拶以外あれ以外は全然何も緊張してない。前日とかは何の準備がやっぱ一番？前日は何してたっけ。最後のフィッティング決めたの前日です。ルックを。じゃあもう最後の最後までそうです。悩みに悩んでて、そうですね、考え抜いてっていう。あとグラフィックとかは先ほどショーの中に出てくるグラフィック一部、はい、全部じゃないですけど、はい、一部は前日に作ったやつとかもあります。かつなんかバックとかも作って。そうなんですよ、いろいろやってて、いろいろコンテンツが盛りだくさんだったし、 DHL さんと、そうっすよね、コラボレーション。 DHL さんとその経緯なんかあるんですか？もう DHL さんの方から、 DHL さんが話を元に戻れば、3月にする先シーズンの予定だった時から DHL さんのサポートで、何かキャンペーンをしていこうみたいなっていうのは決まってたんです。で、中止になっちゃったので、まあちょっとやりきろうっていう感じで再度ご指名いただいて、で、企画を練っていってでっていう感じですね。内容は前から大体そのキャンペーンとしてこういうことをしていこうみたいなことは決まってはいたんですけど、
もちろんシーズン変わればね、僕たちテーマゴロッと変わっちゃうので、まあまあそうっすよね。なんでもう一回一から、企画で、ね、直したりとか詰めていったりとか商品変えたりとか、はいはい、みたいなのをしてます。今回ね、そのショーのためだけのピースというか、まあ結構因縁にはないピースが何個かあって、はい、実はその今ね見ていただいたコレクションの中にうちと橋本さんとも別注のアイテムを歩いてるんですよね。そうなんです。これ実はの話、これは割とがっつり、割とがっつりありえないですよね、普通別注アイテムがランウェイ歩くなんていうのは、うん、そうですね。普通だとね、ショーがあって展示会があって、ね、オーダーが入って生産されてお店に届くっていう流れなんで。そうなんですよね。基本的にはね、ブランドが提案するものしかショーに並ばないと思うんですけど、はいはいはい、逆にこういう時代っていうか、こういうタイミングと自分たちがショーするのも展示会後だったんで、あえて逆にね、まあ、それがまあなんか日本のファッション、そのファッションウィークのちょっとイレギュラーなスケジュールが逆にこう逆手に取ってというか、ですよね。じゃなかったら無理っすもんね。そうなんですよ。ヨーロッパでは無理なんで、ヨーロッパのスケジュールのままだと、ね、だからなんかそれもすごい多分初めてじゃないですか、日本で多分ことやったの。別注アイテム、あのもしキャリーでね、毎シーズン出されてる別注アイテムみたいなのとかだと分かんないですけど、そうっすね、僕らみたいにテーマ性がこう毎シーズン違う感じでやっていく上で、はいはいはい、別注がランウェイにあるっていうのはちょっと割とないないっていうか、できないですからね、まあ、普通は。そうっすもんね。だからなんか非常にありがたい、面白かったです、僕たちも。なんかもうそういう意味も含めて、しかも僕はそれ出来上がった製品をその場で初めて見るっていう、見てなかったんですよ。確かに。こういうのやりたいです、こういうのはどうですかみたいなのは、まあある種この2次元の 2D のものは見てたんですけど、実際にその製品としてサンプルとして上がってたものを初めてそのショーのまで見るって、それもちょっとハラハラドキドキしてたんですよ、うんうん、初めて、まあ、そうっすよ、初めて見るのと、どんな感じで出るのかな、どんな上がりなんだろうなみたいな。いや、まあ確かにそのスタイリングとかは全然僕が勝手に組ませてもらってたんで、はいはい、ね、どこに入ってるか分かんないですね。そう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 、だからいつ来るかみたいな感じの、うん、まあ、楽しさもありつつで、今回ちょっと本当にありがたい話、スペシャルなちょっとこう特典というか企画がありまして、今回まあショーをやるにあたって、まあ、先ほど その DHL さんとコラボして、はい、こういうカードケースですかね。そうですね。なんかスーツケースの名札を入れるものだったり、多分スイカ、パスモみたいなのがあるんですけど、ラゲッジタグです。あ、ラゲッジタグ。だからまあ DHL さんね。そう、運送会社ですから、とうちのシーズンのテーマ、はいはい、で一応何て書いてるっけね、マーズサンプルリターンって書いてる、テーマの火星の、はいはいはい、火星のサンプル、火星から戻してきたサンプルを入れる袋っていう。ああ、なるほどなるほどなるほど、こういうのがね、これあれでしたっけ、来場者には全員、そうですそうです、配られたものがあって、はい、あれなんですか、それ以外に一般のお客様にはこれは手に入るチャンスって、DHL さんの方のキャンペーンでは手に入るかなと思います。それはあれですか、抽選とかなんですか、それとも抽選です。抽選で、まあ、キャンペーンでその当たった人はまあもらえるみたいなタグがあるんですけど、これまあ今回特別になんかご好意で、うちのお店で今後お買い上げ、結城橋本のアイテム何でもいいです、別にシーズンとか関係ないんで、来季じゃなきゃダメとか、今季はダメとかそういうことないんで、結城橋本 のアイテムをお買い上げいただいた方、先着でこれ数限りあるんで、1個おまけというかこうつけてノベルティっていう感じでお渡ししようかなというふうに思っておりますので、はい、皆さんぜひお願いします。ありがとうございます。はい、わざわざもうご好意で、もう完全非売品ですからこれ。そうですね、なかなかレアだなと思って、ぜひ、まあ、バッグとか、そうですね、チャランドスケートとか、うん、スーツケースとか、はい、そんな感じになってショーをやったときちょっとエクスクルーシブなスペシャルな、はい、特典でございます、はい、よろしくお願いしますという感じです。
はい、まあそんな感じで、吉本さんありがとうございます。お疲れのところ。はい。なんでまあそんな感じです。はい。ではまた。終わりです。はい、お疲れ様です。